人ずつお名前とレースの感想をお願いいたします。那么你们现在一个人一个人从第一棒开始那个介绍一下，你回一下今天跑，你感觉今天跑得怎么样，讲一下今天的感想。第一棒是梁是吧？好的。今天非常开心来到这个场地来跑，因为毕竟这个场地然后也挺好的，然后挺好跑，然后我们跑到这个成绩也是我们的第二场比赛，然后感觉总体感觉还是挺可以的，然后希望我们接下来这个新组建的团队会跑得越来越好。今日はこの競技場に来て、この競技場はすごく素晴らしい競技場ということで、私たちもすごく興奮しているということ で、そして今年 の2回目の試合大会ということですから、でなおこのチームはメンバーをコンビするのもそんなに年月経ってないんです。そんなにということです。ですからすごく自分としては良かったと思います。1番は梁さん、梁小。首先很荣幸能参加这场比赛。今天因为我们这个队伍还是处于磨合期，我是刚刚加入的，所以对这个成绩还算是比较满意，因为一场比一场好。相信我们以后会更好吧。谢谢。谢谢你们的所有晃上。この私もこれもチームを組むのはまだそんなに立てないということですから、なお私も初めてということリレーということですから、タイムは1試合より少しずつよくアップしたということで、まあ、これからももっと頑張っていきたいということです。はい。首先特别感谢来到日本比这场赛，然后呢我觉得在日本比大家都气氛特别好，日本观众也特别热情，然后能带动这场比赛，然后这场比赛的成绩对我们来说算是一个鼓励吧，因为我相信我们越来越磨合之后的队伍都是年轻的，我们都是一些年轻的队伍 的队员吧，然后之后的成绩可能越来越好，磨合的越来越好。私の方は3番カズカズっていうことです。で、カズと申します。やはりチームの一員としてこのコンビのはそんなに立ってないということですから、これから今回のタイムに統一としては結構まあまあということで、非常に私にとっては励みになるタイムということで、なお私たちメンバーはすごく若いメンバーということで、多分これから の試合通して年々試合ごとにタイムアップいくんじゃないかなと思います。そして何といっても日本のファンの観客の方は熱烈に応援してくれて、すごくなんてびっくりしたということ、すごく感心しました。首先非常感谢日本团队能提供这一次的非常那么好的赛会，还有就是这次比赛我们四个都是在处于磨合期，然后这个团队，我像今天的比赛水平也在是意料之内吧。然后我也看到了这次比赛的时候，我也看到了好久不见的老对手福岛千里。然后希望在亚运会的时候，福岛能带领他们女子短跑队和我们中国短跑队能在亚运会上取得更好的成绩。まず大会の方日本の大会組織委員会はこんなに素晴らしい試合のチャンスを提供してくれて心から感謝します。そして私たちの4人はまだコンビしてそんなに立ってないということで